いろいろな絵画技法。スピログラフの紹介をします。用意するものは。画用紙。百均でも売っている。スピログラフ。ボールペンです。 画用紙の上にスピログラフをセットします小さな歯車の方にボールペンを差し込んでください差し込めたら歯車に沿って回します 綺麗な模様が描けました穴の場所や歯車の大きさを変えることでいろいろな模様を描くことができます。